イエーイ、深夜小林。今日はね、FFRK ちょっとあんまりいつものドラゴンクエストシリーズとか、まあ先週初めての初心者なりにねやらせてもらいましたけど、 FFRK のちょっと音量1つ上げるかな。まあもう冗談じゃもうすまねえ、まあ、全然 FFRK なんか全然俺できてねないですけど、まあネットの情報を鵜呑みにする俺でもないんですけど、まあ率直に意見言わしてもらうと、ザックスが生きていた説、エアリスのことはまた自分がもうちょっと強くなってから触れようと思うんですけど、まあそれ聞いちゃったら、まあ一番好きなゲームって俺の世の中で地球上で一番好きなゲームって、まあ据え置きでもカセットでも CD ロムでもナンバリングでも何でもないね、星のドラゴンクエスト。もうでも一番感動したのは、まあプレイステーションポータブルの、まあ、ファイナルファンタジー7クライシスコアですよね、うん、だから好きなゲームと感動したゲームって違うと思うし、うん、一番ゲーム史上一番好きなキャラクターって言ったらザックス、まあ、もうドラクエとか、まあ、それ以外のねアニメのスレイヤーズとかね俺が好きだった、うん、それ全部含めてもドラゴンボールとか北斗の拳とか含めてもやっぱザックス、うん、その好きなゲームと好きな男はまあ違う、でもね、まあ何よりNHK の受信料うんぬん前に家にテレビがないんだよね。うん、はあ、テレビがね、ラジオもね、おいらの頭には脳みそねってさ、テレビはねえし、プレイステプあのなんだ PS1 とかなんかあったじゃないですか、プレイステーション1のなんかシンプルにしてあれしかないんだよね。これプレイステ4持ってねえし。ファイナルファンタジー7もできねえからね。まあその、腰つべでその、ラストの動画で見ちゃったのがね、本当は自分の力でクリアして見たかったけど。なのでね、ちょっと、本当はやりたいんだよね、他の。だから自分のやってきた5つのゲーム、まあ、星ドラはもちろんのことさ、まあ、わかんないな。また明日考え方変わるかもしんないけど、とりあえず今日はもうちょっと FFRK しかないかなっていう。ってことでね、全然ジェネシスがやばいんですわ。あれが足んなくて、なんか、レコード代も、それ感動し、そういう人たちにも感動したっていうのは、見直したっていうのはさ、本当に好きだ。今だから、こういう、ここで、なんか今日あんまでもね、いつものテンションで、フリーザだ、人造人間セルダーとかって感じないんだよ。YouTube 見て感動したの。感動したんですよね、なんか。世界に。日本人だからできるじゃん。日本から生まれたゲームだからさ。もう、その、反応とかもあれだけど、なんかちょっと、これだけ、なんか終わっちゃったか、なんか、どんどんファイナルファンタジーも、あれ ?FF の方がなんか、早かった気するんすよね。なんか進んでったのが、その当時はね、なんか、13からかな、ライトニングあたりかな、あの辺、やったことねえから俺評価もクソもないんですけど、スマートフォンで何でもできるようになっちゃったから、なんかゲーム機必要ねって言われてる中で、なんかプレステ、未だに
これがだって10年前だったら別なんですけど、半年前とかにさ、リメイクの FF7 リメイクのタイミングでね、出してくれた、あのクラシックは出してくれたっていうのも嬉しいし、一番最初のプレイステーションの、俺二十歳の時だよね、あれだから 何年前だ、二十歳って24年前だよな、それのなんかもうちょっと突っ込んで掘り下げてっていう発声作品でさ、クライシスコア出て、そのクライシスコアをなんか掘り下げてリメイクがやってくれたっていうのが嬉しいよね、うん、そっから先は語らないね、もしかしたらもしかしたらね、まあ個人のままで終わるかもしれないし、ザックスもエアリスもね、うん、それはそれの物語だと思うし、ただなんか取り上げてくれた人が有名な YouTuber でも多かったっていうのが嬉しかったですね、うん、じゃちょっとやばい、これどこまでやったか分かんなくなっちゃうけど別にいいわ、なんかトークメインでとか、なんか偉そうに言える立場じゃないんですけど、とにかく、あ、メンバーだけさっき言いましたよね、ジェネシスがね、育ててない、ガクトちゃんがあんま育ててないんで、あれなんですよね、入れ替えでエアリスっていうのがちゃんといるんで、ダメ、第1コアの第2パートにいますね、なんだろう、とにかく好きなゲームと感動したゲーム、これなんか両方で、別にゲーム全てじゃねえ、見るんじゃないですか、リアルな話で、まあゲームもリアルに一番ないよ、みんなで、でもなんかリアルの中で俺の魂を呼び覚ましてしまった、しょうがない、明日から仕事頑張りますよ、なんか12年前クライシスコアやってね、そのなんか親分子分じゃねえんですけど、兄者弟の話じゃねえんですけど、一生懸命頑張ってやろうっていう、なんかやだね、なんか年取るとあの涙腺が緩むんだからね、入れ替えで、あ、これ違う、FFRK なんか俺ほとんどやってねえからね、これがね、セフィロス、これだってセフィロス、クラウド、ザックス、アンジル、ジェネシスって、まあクラウドをクラスファーストって言っていいのか分かんないけど、クラスファーストメンバーですよね、でね、多分ジェネシスが育ってないんだよね、これなんだよね、このクライシスコア2に、まあ、エアリスかなり強いことになってるんで、あの俺の基本パーティーでも入れてるぐらいなので、また、やっていきます、ということで、ご視聴のほどありがとうございます、久々に炭鉱節なはなはブルー